まさかのない捨てるとこ拾っちゃったよ。そういいこと貯金って言うんだけど、なんかタバコを吸ったね誰かで、中でほらひどいね。ありました、いいこと貯金1貯金。オッケーグーグル。こういうのも、こういうのもね、すごいね。この人くら寿司で何食べたの？8皿食べてデザートの小鉢2個。これカップルだね、カップルで、時間帯が8時だかデートかな。彼氏が仕事終わってからこれデート行ったね、これね。通貯金。よいしょ。あ、こんにちは。ちょっと待って、やだ。あ、そうなんですか。あ、ちょっとね、邪魔になるかな。こっちの方に。あら、わざわざバイクで来てくれたの、ありがとうございます。あー、ステッカーね、今日ね持ち歩いてますよ、ステッカー。これよかったら、あの、みんなに配ってるんで、これね1枚どうぞ。お家近いのね、ほんと。あ、いや、うちね、もうあそこ上がってね、すぐまっすぐ行ったところなんですよ。あ、旦那さんもこの辺なんですか、お仕事で。あー、埼玉に会社があるんだ。へー。あら、ほんと、二人でわざわざありがとうございます。あー、じゃあ、写真とかね、写真撮りますか。写真ね。じゃあ、ここにカメラを置いといて、写真ね。ね、皆さん待ってる。みたいな。うまかった。泣けてくる。さあ、あ、でも匂いは結構普通だね。匂いは早食いとか私やんない、普通に食べる。あー、でちなみにこちらね、スコーピオンなんだっけ、スコーピオンなんとかっていうのを使ってるんですよ。あの、世界一辛い唐辛子ね、元世界一辛い唐辛子を使ったチキン。今はギネス記録変わって、もっと辛い唐辛子があるんだけど、そう、毎年毎年ね、辛さは更新されてんでね。怖っ。いただきます。フィルターがかかってるから、うん、はい。いやー、怖ーい、なんか辛そう。あ、匂いは美味しそうだ。あ、からしの唐辛子の匂いめっちゃする、うん、で、いただきます。
や、嘘でしょ、これ辛くないって言う人病気だよね。食べれなくはない。辛い、結構辛いね、これ。いやー、これ辛くないって人病気だよ、本当に。余裕だけどね、あの 18禁とかエンドクラスじゃないけど、でも辛い。あの普通に唐辛子をそのまんま食べてるみたいだね。地獄の、あ、辛い。地獄の唐辛子ってやつがあるんだけど、激辛のね、あれみたいな感じ。味は美味しいと思う。これ食べれる人は多いと思う。でも辛いよ。辛くないってのは嘘だよ。マヨネーズが身についちゃった。痛い。入っちゃった、麺の中に。あ、痛い痛い、辛い。いや、どうしよう、目が痛い、どうしよう、痛い痛い痛い、入っちゃった、ちょっと痛い。ちょっと待ってね、水ないかな。あったあった。これめっちゃ入ってたらやばかった。目死んでるとこだったわ。これダメだね、あの袋から出さない方がいいと思う、みんな食べるとき。袋出さないで、このまんま食べた方がいいね。これ手にめっちゃつくんで、ソース多めなんで危険よ、これ目に入ったな。これ食べなきゃダメ、辛いんだけど、本当に。せっかくもらったんだけど食べなきゃダメかな。マジ辛いんだけど、このソース。こんな感じだよ、だって。でね、私ね、このチキンがあんまり好きじゃない、このブヨブヨの。ブヨブヨ、頑張る。あったわ。せっかくね、リスナーさんにもらったんでね、食べるわ。あ、でもだんだんあれだね、唐辛子の辛みだから、だんだん慣れてきたね、口の中。もう限界は超えてて、食べやすくなった、さっきより。麻痺してきた。もう超えるような辛さは多分ないと思う、今口の中で。食べれる。マックのポテトどっちが好き？私ね、この太い方は好きですね。ヤミーは辛いカレーで胃けいれんを起こした。あれはね、18禁カレーの、あの最新バージョンなの、あれ。今まで赤、あ、違う、ピンク、白、黒ってあったんだけど、その上を行くやつなの、あれ。
最強の4倍のやつを。いや18金カレーはもう食べ物じゃないんでね、あれは食べきれない、辛すぎて。このペットモスバーガーはねソース入れすぎなのよ。YouTuber で救急車で運ばれた人いたんだ。 YouTuber も大変だよね、いろいろとね、全部食べきんないといけない。でもねこれね食べれる、ごめん最初辛いけどこれ全然食べれる。小峠くんが言った通りだね、これ全然あのいける。激辛って書いてあるけど今まで食べた激辛の中で一番甘い、うん、後から全然ピリピリしない。多分お尻はピリピリするかな。全然余裕で食べれる。甘いってランクが甘いってこと、ランクはね。18金とかが S ランクだったらこれは A ランクって感じ、うん、A ランクって感じ、ね、でそれで辛い食べれるけど美味しいかっつったら美味しくないんだよ。ごめん、せっかくリスナーさんからもらったもんだけど、美味しいかまずいかって言ったらまずいんだよ、これ好みじゃない。いやでもあと半分ぐらいだからね、ほらあとこんぐらい。なんでそんなキョロキョロするの？さっきから出入りが激しいの、ここ気配を感じるの、あちこちから。私ね、辛いの苦手なの。そうなの、お蕎麦に入れる辛子もダメなの、あの七味唐辛子も。なってきちゃった。やっぱフィレオフィッシュ行きたいな。フィレオフィッシュ絶対この後にフィレオフィッシュ食べたら味がしないんだよね。おはようございます。いや辛くないんだけどまずいの。何回も言うの、辛くないんだけど進まないまずさの。だってこれ食べたことある人さ、美味しい、美味しかった。私はまずいと思うんですけどね、もう二度と買わない。あ、うまかった、これは美味しかった、まずかった。いやーめっちゃ雨降ってきた、どうしよう。いいや、もう濡れても。辛い。でもあとこんだけ、あとこんだけ。
お茶箱ありがとうございます。やったぜ。でもさ、無理してさ、辛いもん食べる必要なくない？ぶっちゃけ。オカペイちゃんやったぜ。今思ったけど。じゃあ買わないのはもったいないと思う。じゃあなんでそんな辛いもの食べるの？じゃあこれはね、中途半端なんでね、食べれるんだよ。食べれる辛さだからムカつくのよ。しかもまずいし、あ、ゆうちゃんやったね。ムカついてる。食べれるからムカつくの。具はね、チキン。チキンのでっかいやつが入ってる。このチキンがまたブヨブヨして気持ち悪いのよ。ブヨブヨで。うっ！気持ち悪い。ちょっとへ。ごめん。うっ！やだ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 、めっちゃ雨降ってきた。ちょ待って待って、ダメだ。待って待って、ダメダメだ。すごいすごいすごい。ちょっと待って、大さん大さん。どうしようかな、ごめん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 、ちょっとだけ残しちゃった。ちょっとごめんな。緊急事態。あ、全然辛くないっすね、これ。全然余裕。これを激辛だと売ってるモスバーガーがおかしいですね。激辛に入りませんね、こんなん全然。激の辛に。この時だよ、柴咲コウに似てるって言われた。え？似てない？ちょっとね、ギャル風のメイクです。鏡の中のマジオネス、いざつく回路ならない、髪の中のマジオネス。でもここあんまり響かないね、このトンネルね。ほら、隙間があるから音が抜けちゃうね。響かないね、この構造。あー、さあ来ればTomorrow, 人あるはずさ、Tomorrow, 人寂しくて憂鬱な秋には胸を張って歩くの。いや、雨の日って結構ミュージカルとか多くない？雨を題材したブロードウェイとかさ。坂本の前は涙の数だけ強くなろうよ、風に揺れている花のように見るもの全てに怯えないで、明日は来るよ、君のために。最後の雨に濡れないように追いかけて、今すぐに
泣きしめてた。本気で泣くくらいならずっと一軸を取りに行ったよ。今日はぐっすり昼寝できそうだわ。梅雨入りしたって？やったぜー。